劇場版グリッドマンの立花の太もも、やばすぎる。なんだこれ。すげえ、どうなってんだこれ。これもアズールレーンかよ。自転車バカ速そう。エッチじゃん。男の腰くらいあるやん。太ももから逃げてて草。男の方が細くて草。ユータの2倍くらいあるな。ライザやん。ハムやん。赤ちゃん錬金釜やん。ライザかよってツッコミを見て、そういえばグリッドマンもライザもアズレンとコラボしたなって思い出したわ。立花のアトリエアップしろよ。すまん、アカネくんは？ムジナさんは？現実帰ったんだからいるわけないだろ。アカネくんは現世に帰ったんだ。目を覚ませ。マスクのやつ浮きすぎだろ。ダイナゼノンのキャラもいるやん。ゆめちゃんこんなキャラやったっけ？心許してる相手にはこんなんだぞ。足折れてて草。かわいい、イチャイチャしてるとこ見せつけられたい。よも夢やってくれよ。あのシラスちゃん褐色が一番かわいいよね。でも臭いじゃん。で、え？これマジ？上半身に比べて下半身強靭すぎるだろ。ビルより太いやん。さ、やっぱこいつはレベチなんやな。有識者下半身は太ければ太いほどいい？なんか前より太くなってないか？デッサンおかしいのかと思った。太くねえって。こうして土偶が生まれたんやね。男の3倍くらいあるじゃん。競輪やってそう。こんな強靭な太ももしてるくせにユータより足遅いからな。実用性のないただのスケベボディだよ。ストリートファイターのチュンリー並みに太い。どのキャラも太いとかじゃなくて、この子だけ異様に太いのが笑える。これがええんやろ。太もも太くするのって法律で規制できないの？太いから太ももって言うんですよ。以上です。よければチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。